メガネを外さないように。自分は小学校低学年の頃から漫画を読みすぎたせいで、小学校高学年から徐々に視力が下がり始め、高校に入る頃にはとうとうメガネがないと生活できないほど視力が悪くなりました。それからは入浴時と睡眠時以外はメガネを常にかけた生活をしており、高校、大学、社会人と10年以上その生活を続けていたせいか、最近ではメガネが体の一部となるくらいメガネの違和感はなくなっています。なのでこの文章を書いている今もメガネをかけているんですが、実は最近見えなくなる以外の理由でメガネが外せない理由ができたんです。というのも、メガネを外すと黒い何かが見えるようになったんです。きっかけは些細なことでした。ある会社から帰宅途中、いきなり雨が降り始めた時でした。天気予報では降水確率 0% だったこともあり、傘を持っていなかった自分は雨に降られるまま。そのまま雨が弱いうちに家に帰ろうとしたんですが、急に雨足が強くなったんで、コンビニの軒先に慌てて避難したんです。その時は雨に降られたせいで、髪の毛や顔だけでなく、メガネも濡れちゃってたんで、メガネについた水滴を拭こうと、メガネを外しました。その時、ふと目の前を向いたら、何か、本当に蚊ほどの黒い点が、目の前にあったんですよね。あれ？なんか目にゴミでも入っちゃったかな？と思って少しだけ目をこすったりしたんですが、目の前にあるまま。その時に思ったんですが、初めの一歩ってボクシング漫画で出てくる飛蚊症ってのに自分がなったんじゃないかと思ったんです。飛蚊症って簡単に言うと、眼球の中にゴミが入っちゃって、それが蚊のように見える症状で、ずっと目の前に蚊のようなものが見えるんです。空中によくわからない黒い点が浮いてたんで、自分もなってしまったか、とがっかりして、近々眼科に行こうって覚悟したんですが、不思議なことに、水滴を拭ったメガネをかけた瞬間に、目の前の黒い点が消えたんです。それで、自分の勘違いだったのかな、と思ってまたメガネを外すと、また目の前に現れるんです。おかしいですよね。普通、メガネにゴミがついてて、メガネをかけると黒い点が現れるってことならわかるんですけど、メガネを外すと出てくるんです。どういう原理かさっぱりわからないんですが、メガネを外してピントが合わない状態で見えると、確かにあるんですよね。でも実際見えるものは見えるんで、どういう原理かわかんなくても、飛蚊症なんだろうな、と思って、その時は帰宅し、後日眼科に行ったんです。そしたらやっぱり飛蚊症って診断されて、老化とともに現れる症状だからあまり気にするなって言われたんですけど、メガネをかけると治るってことに対しては先生もよくわからないみたいなんです。飛蚊症の症状の中にメガネかければ治るなんてケースは当たり前ですがありませんし、先生もよくわからないんで、とりあえず様子を見ておかしいようならまた来てくださいって話になりました。そこからなんですよ、事態が悪化したのは。一度飛蚊症と診断されると、人間ですから気になるじゃないですか。これまでなら入浴時か睡眠時しか外さなかったメガネをちょくちょく外して黒い点を追うようになったんです。
と言っても、外して何か作業しながらとか言うわけでなく、作業の切れ目になんとなく外して周りを見回してみるとか言う程度。そうすると、やっぱり黒い点が見えるんです。そんな風にメガネを外したりつけたりを繰り返していくうちに、徐々にですが、その黒い点が変わってきたんです。なんか、どんどん大きくなってきてるんです。最初はかほどの大きさの点だったんで、大きくなっていることに気づかなかったんですが、それが BB 弾くらいになり、B 玉くらいになり、事態が悪化してると思って青くなったんですが、その時にその黒い点、その時は玉と思っていたんですが、それがただの丸じゃないような感じだったんですね。メガネを外してじっくり見ても、残念ながら視力が悪いんでぼやけたままなんですが、なんとなく星型のような感じだったんです。でもやっぱり、その星型もメガネをすると消える。不思議だけども、大きくなっているという悪い方向に向かってるってことだけは分かったんで、それからすぐ眼科の予約を取ったんです。と言っても、予約取ったその日にいきなり行けたわけじゃなく、早くとも二日後に行くことになったんですが、眼科行くまでの二日間は普通に生活してたんですが、それからもやっぱり、どんどん黒い星型が大きくなっていきました。それで、気づいた時にゾッとしたんですが、黒い星型について、それまで勘違いしてたんですよね。メガネを外した時に見える黒い星型って、大きくなってきているわけじゃなくて、徐々に、近づいてきていたんです。なんでわかったかってことなんですが、その物体のこと、星型って言いましたよね。さらに大きくなってわかったんですが、星型じゃなく、人型だったんです。人型の黒い物体が、メガネを外すたびに少しずつ、少しずつ近づいてきていたんです。もともと目が悪い自分は、メガネを外した状態で何か確認しようとすると、じーっとそれを確認しようとしてたんですね。そしたらなんか、ゆっくりと黒い人型が大きくなってるんです。つまり、近づいてきていることに気づいたんです。しかも、じーっと見ている時に気づいたんですが、どうやら、特定の方角の時だけ見えるんですよね。どの方角から来ているのか、すぐにスマートフォンの地図アプリを使って調べました。それが、北東の方角、つまり鬼門から何か近づいてきていると分かった時には、ゾクッとしました。ゾクッとして慌ててメガネをかけたんですが、そしたらやはり黒い人型も消えました。非常に怖くて訳が分かんなかったんですが、その時一つだけ分かったことがありました。なんだか、だるまさんが転んだゲームを目をつむらずにやっているような感じ、と言ったらいいんでしょうか。どうやらメガネを外している時だけ、その人型が見えて、鬼門方向から近づいてくるようなんです。ただし、メガネをつけている間は見えないし、近づいても来ない。それに気づいてから眼科に行くまでの間は、入浴時も睡眠時もメガネを外さなくなりました。そして、ようやく2回目の眼科に行ったんですが、最悪でした。前回と同じように診断され、いろいろ調べはするんですが、原因はわかんないままなんです。結局、心因性のものかもしれないから、もう少し様子を見よう、という話になったんですが、それよりも恐ろしかったのは、診断するのに
ずっとメガネを外していたことなんですよ。しかも運悪く、ちょうど自分の後ろが鬼門の方角で、診断中は振り向かないとどこまで近づいてきているかわかんないんですよね。途中まではちょくちょく後ろを振り向いて、どれくらい近づいてきているか確認していたんですが、目を診断するのに顔を途中から固定する必要があったんです。診断が終わって後ろを振り向いたんですが、最初理解できませんでした。目の前が急に真っ黒になったんです。そして数瞬後、理解した瞬間にそばに置いてあったメガネを慌てて掴み、すぐにかけました。もう、目の前までそいつは来ていたんです。目の前全部が覆われるくらいの巨体の黒い何かの顔が、もう自分のすぐそばにいたんです。心臓がドクドクと高鳴り、耳鳴りがしていて、周りの先生やスタッフの声は聞こえていませんでした。まだかなり距離があり、猶予があると思っていたのは思い違いだったのか、もしくは長時間メガネを外していたことが悪かったのかわかりませんが、もう見間違いでは済まされないくらい、はっきりと目の前で見てしまいました。それから家に帰ってきたんですが、途中はもうほとんど覚えていません。覚えていたことといえば、ただひたすらメガネが外れないようにして押さえていたことくらいです。今はメガネが外れないように黒い紐で頭に固定して片時も外れないようにしています。周りからはたまに質問されますが、今のところメガネの調子が悪いってことでごまかしています。これからしばらくは仕事を続けながら寺や神社などお祓いができそうなところを巡ってみるつもりです。少なくともメガネをつけた状態であれば安全というのはわかっているので。ちなみに黒いそいつの姿ですが、数瞬とはいえはっきり目の前で見たので頭に焼き付いています。体はまるで熊のように黒い体毛で覆われており、目の前に現れた顔は、牛のようでした。百鬼夜行というか、そういうものに出てきそうな姿形をしており、何を考えているのかはわかりませんでしたが、あまり良さそうなものではなさそうです。少なくとも、私の目の前で口を大きく開いていたことを考えると、今度メガネを外したとき、自分は黒いそいつに飲み込まれるだろうということを理解しております。もし自分と同じことになっている人がいたら、自分からできるアドバイスは、できるだけメガネを外さないようにしてくださいということくらいです。